n s n ヘッドラインの時間です。まずは今週のマーケット。えー、今週のマーケットはですね、まあ閑散に売りなし、まあ一言で言うとこういったことになる展開ではないでしょうか。えー、こちらチャートの方ですね。あのどうしても二万三千五百円どころというのが重い状況ですね。チャートを見ていただくとこうはっきりと見て取れるという状況ではないでしょうか。えー、一旦はですね二万三千六百円。二十六日の日にですね。 高値更新という状況もありますがその後はちょっとこうこれ拡大してみると陰線を引いているという状況がこう続いておりますので上値の重さというのが嫌気される水準というところです。それに対してです、ね、中小型株で構成されるマザーズ,マザーズ市場の方がこうが堅調でしてこのチャートを見ていただいてもお分かりになる通り 直近で言いますとこの11月の15日をそこにです、ね、ずっとこう、えー、上げてきているような状況、まあ、今日はちょっと若干陰性にはなっていますがここの上げというのは中古型株への物色の広がりこういったところを如実に物語っているという状況が見て取れるというところではないでしょうか。 こういうところから見てみますと。とまあ、ニューヨークダウえー、この辺のところは上昇を見せておりまして、主要産出も上がっていると、ただあのニューヨークの方もですね、えー、感謝祭のため、えー、様子見姿勢がだんだんこう強まってきております。日経平均自体はですね。まあ、今週4日続伸となる不安面も見られました。けどもまあ、先ほどのチャートにも表れておりますが、ちょっと頭の重い展開。 またちょっとチャートに戻ってみますけどもこれをちょっとよく見てみますと今日はまはさすがに香港、えー、の方もかなり安いのでそこを受けて下落というところですがダブルトップと言いまして、まあ、この11月8日のところとと11月26日の高値この辺をです、ね、抜けてこないとチャート形状としては調整局面を迎えると。 いう可能性も考えられますので年末に向けてまあ今週はこう上げの特異週という話も先週させていただきましたがこの先の展開ワッシュワシ相場期待も持たれますが、えー、状況をちょっと見守りたいという部分でもありますまあそういった中でですね。 今日なんかはあの、まあ、ソニーが1年ぶりに7000円を脱会するなど明る、まあ、い材料もこういくつかは見えております、まあ、物色対象も、えー、5G の銘柄が物色、まあ、あとは国内の予算編成のところでちょっと足止めがというような話も出ておりますけども、まあ、内需系の株こういったところにもこう注目が集まっておりますので来週以降の展開こういったところが注目の銘柄になるのではないでしょうか。 とというところでで、えー、今週の注目銘柄です、えー、先週からです、ね、上昇を続けるこうマザーズ市場にもこう目を向けまして、えー、いくつかピックアップをさせていただいております。えー、今週の4銘柄、えー、こちらで前田高専7821後楽園ホールディングス7554あと直近上場の AI クロス4476 えー、N.F. 回路設計ブロック六八六四この四銘柄をピックアップしてみました。えー、まず前田コース線の方ですね、えー。チャート形状はこういった形になっております。あのテーマとしては国土強靭化それと自動車関連、えー、まあ両面の側面を持ち合わせています。えー、繊維土木資材ですね、えー。ソーシャルインフラ事業というんですか。えー、こういったところでまああの自然災害に向けてこう需要増が続くと。 というところで取り上げております。まああとはですね、自動車用の高級鋳造ホイール、まあこういったところにも業績が寄与というところですね。あのまあ地味な銘柄なんですが、これ動き出すとこうかなり早くなるという特性を持っております。まあチャート形状を見ていただいてもそういったのがこうに実に出ておりますね。えー、まあこういったところで年末年始のまあ有望銘柄と。 いうところです週足で見ると一目均衡表地高スパンもですね好転を見せておりますので向こう3ヶ月ぐらいこの辺のスパンを見ていただくといい結果が出るのではないでしょうか、えー、次は高楽園、えー、ご存知の、えー、これは、えー、ラーメンのチェーン店ですねまあ、この銘柄に関して言うと際立った季節の習性があります、えー、実はこれ調べてみますと東証全銘柄の中で唯一ですね 12月相場が13連勝つまり13年連続12月は上がっているという状況です。えーま、チャートも見ていただくと、えーま、高値3455円、えー、これをですねちょっとチャートは切れてますけども5月に、えー、次元しているんですが今週でちょうど6か月の信用期日明けとなっております。まあ、ずいぶんこう長く調整を続けてきてきおりましたので この辺りからの急、えー、まあ反転というところは期待できるというところではないでしょうか。まあ来週早々にでも発表される11月の既存店売上高、あの台風の影響等もありましたので、そういったところからの収益減というところはもう見込まれております。悪材料で尽くしとなるのか注目されます。直近上場銘柄の AI クロス、まああのチャートは。 直近10月からですからこういった形になっております、まあ、働き方改革 ICT 市場をコアターゲットというところですね携帯のです、ねまあ、ショートメッセージサービス SMS ここをです、ね、使ってのビジネス展開というところで注目されております、まあ、高い利便性とセキュリティビジネスチャットサービスも手がけております、まあ、AI エンジンジですとか 5G 市場拡大の恩恵、こういったところにも注目されている銘柄です。最後、えっと NF 回路、まああのこの銘柄いろいろこう切り口がありまして、まあ今一番注目されているのが伊藤忠と協業してきた家庭用の蓄電池システムですね。いよいよ来年2月から合弁事業としての展開というところです。あとはまあ電力の自動自家消費需要の高まり。 こういったところでの蓄電池というのも注目されておりますね。今3月期も前期に続く過去最高益の更新の見通しというところです。あとこの銘柄は量子コンピューター銘柄というところでも必ず名前が上がってくる銘柄となっております。まあ、こういったところが来週以降注目されるというところです。本日はですね、なんといってもソニー。 えーまあ、売買代金も,もトップになっております12年ぶりに7000円脱会というところで、まあ、注目はソニーにこう集まっているというところではないでしょうか。以上ヘッドラインでした